中日、2対1でオリックスに逆転勝利。中日が9回に鮮やかな逆転勝ちで連敗を3で止めた。先発のメヒアは2回にオリックス、西川に犠牲を許したものの、7回4安打1失点と好投した。本塁が遠い展開だったが、9回にオリックス5番手の才木を攻めると、代打、大島の敵地打で同点。これが46イニングぶりの敵地打だった。石橋の犠牲で勝ち越した。9回は守護神、マルティネスが締めた。来た。勝ったがねえ。ドラゴン。勝ったがねえ。勝った。勝利来た。加藤すげえ。タツナに采配ズバリ。タッツの無邪気な笑顔が眩しい。やっと勝てたよ。まあよかったわ。さすが加藤さん。刺したー。加藤バズーカ。バズーカすげー。向こうが勝手に終わらせに来てくさ。残念そこは加藤だ。加藤バズーカ炸裂。盗塁失敗で終わりて。加藤ありがとな。メヒアお疲れありがとう。